私たちは闇の地を、三つ子の地を、明るい世界の何が楽しい、すべての暗闇に変えてみせる。手下ども、知恵の木の光を奪うのだ。
の下でフェスティバルの続きを楽しもう。大好きな人ととっておきの時間を過ごしましょう。虹の橋がみんなをつないでる、笑顔の国をさあ届けよう。青空をかけてゆく鳥のように、未来へとみんなで飛び立とう。虹は奇跡のように心にかかって、優しい仲間たちの笑顔を届ける。それは素敵な約束、小さなミラクルギフト、みんなにも届くからね。可愛いギフトはいつまでも友達だと、いつだって伝えたいよ。この森で出会えたこと、いつまでも忘れないで。きらめく森、みんな仲良くなることを願って、この知恵の木の種をまいたいちごの王様が来てくれました。大きな拍手でお迎えください。拍手をされ、拍手をされ。さあ王様、じゃあキちゃんとダニエルのところへ向かいましょう。今日はいちごの王様の誕生日でーす。はい、皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ王様ステージに上がりましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、それではまたこの知恵の木でお会いしましょう。バイバーイ。
ておりますので、皆さん、いちごの沢田目の前を通ったら元気よく手を振ったりおめでとうと声をかけてあげてくださいね。はい、大勢の皆さんが皆さんの前にいちごの沢田がございますので、目の前を通ったら元気よく手を振ったりおめでとうと声をかけてください。さあ、王様まんまなくですからね。はい、さあ向かいましょう。王様、サンフェスティバルをお楽しみください。